ちょっと芝居やりたいなっていうのはあるんですよ、はい、限定された空間の中でキャラクターが動いていくっていうのが好きなんですよ。その限られた場面、限られた人数の中で動いていくっていうのがすごく好き、パワーをもらうみたいな。新国立やってたガラスの動物園は圧巻でしたね。いやでも新喜劇はずっと子供の頃からそれはお約束なの。それはもう土曜日は毎日毎週この間ちょっと港さんとも話したんですけど、うん、関西から来てる学生、大学時代に書いたシナリオってやっぱ面白いんですよね。それって多分新喜劇の影響なのっていう風に聞かれたんですけどシナリオでも書いててたまに言われるんですよ。なんか港さんとかに、いやこれ悲劇だから笑い入れなくていいからすいませんっつって京都芸術大学じゃないですか、はい、大阪芸術大学ってのもあるじゃないですか、はい、でもそもそもそっちのが地元じゃない、はい、なんで京都芸術大学ってのがあったの。青山真司さんが、青山さん好きだったか、いらしたんですけど、え、青山さんいるんだったら行こうと思って行きました。元気いいですよね、大学の映画学科というか。そうですね、東森さんって先輩、一個上の先輩の方がピアでグランプリを受賞されていて、かなり実績はうちの大学はあるんじゃないかなっていう感じ。やっぱりライバル関係っていうか、ライバル心とかあるの。ライバル心はないですね。最後の馬場さんの目標は。目標はとりあえずシナリオで食べていけるようになりたいです。映画ですね、やっぱり映画が好きで、やっぱりシナリオを書き始めたので、やっぱり映画は好きです。見てるプロデューサーの方お願いします